旧滝沢本人は福島県藍津若松市にある藍津藩の本陣跡。国の史跡に指定されている。現存する建物のうち、母屋及び座敷は旧滝沢本人横山家住宅として国の重要文化財に指定、敷地と建物は国の史跡に指定されている。 滝沢本人は、旧若松城下から白河、江戸に至る旧白川街道沿いにあり、滝沢峠の城下側の上がり口にある。現存する建物は1678年に建てられ、その頃から、藍津藩主が白川街道を通る、際の休息所として使用された。その後、歴代藍津藩主の参勤交代をはじめ、領内巡視、藩祖、 星名正幸を祀る突神社の参掲の際に休息所として利用された。母親戦争時には藩主松平片森の出陣によって陣屋となり、座敷には当時の戦闘による断婚や刀傷などが残る。現存する本陣建物のうち、門、名古屋が居住した名古屋及び考察場を除く、母屋、座敷は、 金世において滝沢組里頭を務めた横山家の住居として屋内の半分が土間となっているなど金世の農民住宅の形がよく残されている。母屋は1678年の建築で福島県の民家では際立って古く、また本陣座敷は19世紀初めに建て替えられたものであるが類例が少ないものとして1971年に重要文化財に指定されている。 また、敷地と建物は、藍津藩が参勤交代の時などに使用した本陣の意向であり、江戸時代の反省、交通を知る上で重要として、1970年に国の史跡に指定されている。福島県藍津若松市一気町大畑やあたざ滝沢122番地藍津藩の参勤交代は、下月街道が使われていたが、1683年に、 街道沿いに起きた地震により山崩れが起き、下付街道は普通となった。これにより、会津藩の参勤交代ルートは白川街道に変更された。五頭、肝入り、本白姓などの主人の屋敷内外に居住し、生産手段を対応され、主人の明治のうじの老役に従事した隷俗農民。ありがとうございます。